皆さんこんにちは。本日は2020年2月の3日月曜日です。私は今鉄道博物館に来ています。後ろご覧になれますでしょうか。直流電気機関車の王様 EF66 の11号機が見えますね。こちらは私が実際に東京貨物ターミナル駅から静岡貨物駅まで乗務をしたことがある機関車です。ただいまから当時のことを振り返りながらこちらの11号機を見てみたいと思います。それではサクサクっと11号機を見てみましょう。結構しっかりと復元されてます。空気管付き自動密着連結機復元されてますね。そして後付けだった原ダメのホース、そちらも撤去されて埋め戻されてます。こちらは電磁ブレーキで使用するジャンパー線です。換算 10.0、100トン、1エンド ATSS 型、復元されてるはずなんだけど、JR 貨物の名板。こちらは多分広告を兼ねてるんだと思います。そしてこちら第一台車、第一動輪のところにある BC の、シリンダーですね。そしてこちら伸びてるのが、これが、ナンバー1エンドにある、ナンバー1エンドの女子側にある手ブレーキ、手回しハンドルの手ブレーキのワイヤーです。こちらは手ブレーキ、手回しハンドルをぐるぐるっと回すと、知らせ棒という赤い棒が出て、こちらがピンと張って、ストロークがこちらの方からビヨーンと出て、整輪子が圧着して、動輪を押さえ込むと。機関区に入区して留置するときとか、そういうときに使います。広島機関区広デカパンタ、パンタのところ、この白い三角マーク、これは原ダメが不足しているときにパンタを開けるときに、大ジスコンボをあてがう目印です。こちらに当てると大体パンタグラフが真ん中に来てますよって感じで、それでビヨンと持ち上げて架線に接触させると。はい、ゲンダメ。そしてこちらがその大ジスコンボが入ってるところですね。こちらに分割されて収納されてます。でもまあいちいち組み立てるの面倒なので、機関区の構内にはもう出来上がった感じのでかいディスコンボがあるのが普通だと思います。こちらは BC 締め切りコック。まあ原ダメと供給空気ダメがあって、第2台車と第3台車の間の下のところに ATSS 型の車上子があります。これは66は車体の真ん中の方に ATS の車上子があるんで、出発信号機の直下に向かって、入線していくんですけど、有効帳とかの絡みで結構長い編成引っ張ってギリギリのところに入っていく場合は、この ATS の S 型の車上子がどの辺にあるのか把握してないと結構えらいことになります。 EF65 の2エンド側で運転すると運転台の真下なんで結構気をつけます。1エンド側だとそうでもないんですけどね、反対側までの距離がありますんで。ただ運転台から、例えばナンバー1の運転台からここの ATS の車上子まで結構距離あるんで、心なしか余裕を持って安心してブレーキがかけられたかなっていう感じですね。これ第3台車、変わんないですね。あと、これは砂箱ですね、普通にね。これは私は使ったことないですけど、波と蜜、こちらね、あります。では固定するか固定しないかって感じですかね。空気管付き自動密着連結機、角がこれがね、走車っていう言い方あれか、輸送係、私が入った頃はもう輸送係って感じだったんです、あれなんですけど、この呼気5万のブレーキ管の肘コックは高い位置にあります。対して EF66 のブレーキ管肘コックは低いところなんですね。それで
こちらの角が邪魔して上作用という感じで上からこうやって肘コックを開けようとすると全然届かない。かといって下からだとこの角が邪魔してヘルメットで頭をゴチンとすると届かないんですよ。EF65 の F 型もそうなんですけど、ちょっとね、僕ね、実はこの連結器だけはあんまり作業をする上で好きじゃなかったですね。邪魔でした。はい、よし。でワイパーなんですけど、ワイパーは私の場合は例えば11号機もうカメラマンの人たちがもう待ち受けている感じだったんで、ワイパーは真ん中の柱に合わせるか外側の柱に合わせるか、どっちかって言ったら私は外側が好きだったんですよね。なぜかというと視界が良くなるんで、真ん中だとちょっとなんか邪魔かなっていう感じがありました。感じで撮り鉄さんに結構サービス、見えないサービスをしてました。はい、なぜかというと自分も撮り鉄だったからですね。はい、こちらね、本当にパンタ、デカパンタかっこいいですね。うん、こちらにもありますね、これ三角のマーク、ディスコンボをあてがうところ。すでにちょっと貨車の方も見てみますか。コキ5万はね、運転しやすいんですよ。ブレーキめちゃめちゃね合わせやすい。本当に好きな貨車、滑らかなんですよね。滑らか、コキ5万号の5万、トップナンバー、これはザーって見ていくと、まあ66が本領発揮する1万系の貨車、私はこのレムフとかは全然わかりません。国鉄の本当にもうね象徴的な貨車でしたけど、1万系は古希1万号がですね、ちょうど入社した頃にはまだあったのかな、あって東海道線とかはなんか走ってたんですけど、実際に触れることはなかったです。そう、大体乗り継ぎで歩いていくとこんな感じですね。乗務員カバンを持ってこうやって歩いていくわけですよ。安全通路を歩いていって、ああ乗り継いであげようって感じで来るわけですね。コンコンっつって、そうすると乗り継ぎの人が、動力監視をしてた運転手さんが降りてくるわけですね。例えば話すけど、9002列車だったら9002列っつって、はい異常なしっつって、はいお疲れ様でしたって感じですね。で2分乗り継ぎとかだと、例えばまあ本線で乗り継ぎます、あ来たブレーキかかったって言ったら、大体ああもう出発信号機開いてる、あ減速だっつって、こんな感じですよね。でガチャって開いて大急ぎで降りてくるわけですよ。はい9002列車異常なしっつって、あお疲れ様でしたって入ってって、で自分の運転時刻表とあと懐中時計をまあセットして、あとは他の設定されているものが異常ないか見て、で運転、乗り継ぎ通告券ですね、現車延長換算、貨車が何両つながっているか、重さがどれぐらいなのかとか、そういう大切な情報が、書いてあるもの、それがちゃんとあるかとか、そういうのを確認して乗り継ぐわけです。古希5万の現車20延長 51.0 で換算90ぐらいだ、もう EF66 なんかで全然余裕でしたね。もうめちゃめちゃ力ありましたんで、もう頼りになる EF66。 EF65 だと現車20の延長 51.0 で90ぐらい換算あったら、もう、パラの弱め開示でもう全開にしてももううなりがすごくて全然加速してくんないで、もう頑張ってるって感じでした。でもそれが好きでしたけどね。 EF65 も大好きだけど EF66 も大好き、かっこいいねこれね。本当他人事なんですけどね、本当もう今は、大好き。だってプラレールでちっちゃい頃、わーなんで EF66 って機関車すげえなーと思ってたけど、まさかでも自分が運転するようになるとは思わなかったんで、
いやよかったね、 EF66 の11号機。今度京都の方の鉄道博物館に行ってみようかなと思ったんですけど、あちらもあちらで、あちらも乗ったことあるんですよね、当然のことながら JR 貨物で走ってた EF66 なんで当然ですが乗ってます。こんな感じですかね。間もなく動画の撮影が10分超える感じです。はい、かっこいいですね。それではご視聴ありがとうございました。